子供のアルバム作品39は、ピョートル・チャイコフスキーが1878年に作曲した全24曲からなるピアノ曲集で、この曲集は、当時7歳であった、チャイコフスキーのおいであるウラディーミル・ダビドフに捧げられている。CD や出版物によっては、子供のためのアルバムと表記されている場合もある。朝の祈り冬の朝、小さなきママ。 兵隊の行進曲、病気の、お人形、ぜ人形のお葬式、バルツ新しい、お人形、マズルカぜロシアの歌、農夫の歌、ロシアの踊り、ポルカ、イタリアの歌、A フランスの古い歌ぜドイツの歌、ナポリの踊り歌、おとぎ話ぜ魔女、リバース甘い夢ぜひばりの歌、辻音楽師、教会にて、ありがとうございます。